はいどうも、一平が秘境です。今回紹介する映画はこちら、ようこそ映画音響の世界へ、80点、映画の音へのとんでもないこだわり。普段何気なくというか、ほぼ意識することすらない映画の音響音声について、サイレント映画から映像と音声が同期されたトーキー映画、いろんな映画に至るまでの歴史を学びつつ、映画史の要所要所に現れる要望なのか挑戦なのか分かりませんけども、そうした新しい試みによる新技術の開拓、音響技術の開拓、例えばこうスターウォーズの効果音だったり、マトリックスの効果音だったり、ブラックパンサーの音楽とかの具体的な例を挙げながら、生まれる過程をこう関係者へのインタビューを踏まえながら、ああ、あの映画のこのシーンの音ってこんなにこだわられてたのねって、こう膝を打つシーンが何度となくありましたね。まあ、ついで音声音響と一口に言っても、役者の声、効果音、BGM とこう大きく3要素があって、それぞれについて、やれ役者の声とマイクの場所はどうするかとか、民衆の暴動の声や効果音どうするのかとか、このシーンの音楽どうするのかっていうね、ただそのシーンをカメラで映して、その時撮れた音を流して、はい終わりなんてことは全然なくて、映像はもちろんのこと、役者の声、そこに重ねる自然音、些細な効果音にどれだけの人間の手が関わっているかを知れただけで、次回映画を見る時の重みが何倍何十倍にもなると思うので、本当に、見てよかったと思いますね。ただやっぱりね、ストーリーとかなくて淡々とした内容、いわゆるお勉強映画の感じもあるので、若干眠く戦いながら見たっていうのはぶっちゃけありますけども、とにかくこの映画を見ると映画文化のね、素晴らしさがより一層わかる、映画って本当にすごいなと感じる映画でした。